はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。皆様明けましておめでとうございます。今年の年賀状は 8.8 億枚ピークだった19年前、2004年、 44.6 億枚から 80.3% 減少、去年と比べても 14% 減少だそうであります。去年は10億枚ぐらいあったのかな、してみたな。皆様は年賀状お出しになられましたでしょうか？私は長らく出してないな。まあ出さないと来なくなるよね。まあまあ、相手の方ももう20年ぐらい年賀状書いてねえなあ、そういえばなあ、いう感じであります。ネットの話、環境に悪い、金も資源ももったいない、デジタルメッセで十分よな、昭和じゃないんだからさ。企業からの年賀状が3日に鬼のように届く。宣伝かな、それとも新年のご挨拶とかかな。高齢顧客の安否確認で当分やめられない。10年後にはほぼ絶滅だろう。新聞と同じく高齢者アイテム、マスコミと郵便局が作ったイベントじゃないのか。まあバレンタインデーでチョコ食おうみたいな製菓会社、お菓子メーカ ーとかですね。まあハロウィンではちょっと対象がはっきりしませんけれども、クリスマスはケンタッキーケーキなんかですかね。8.8 億枚でも成人1人に対して8枚か、1人40枚の2004年ってどういう年だったんでしょうね。なんで成人がみんな40枚も書かないといけなかったんだろうか。2002年日韓ワールドカップ、これでですね、日本のテレビは嘘つきだなっていうのがですね、あ、韓国って日本のこと嫌いなんだっていうのが多くの人に知れた、イベントありました。2004年っていうのは第二次小泉内閣中、この頃はネットがですねテレビに太刀打ちできませんでしたね、全く。靴沢も長らく0枚です。ツイッターもあるしね、生存確認ならネットでいいわね。ツイッターで明けましておめでとうございますってつぶやけば、あ、生きてんな靴沢はってわかりますもんね。新聞と同じく消滅不可避の文化なんでしょうね、きっとね。郵便局も助かんじゃないのこれ。手間がすごいもんね。紙を、木を切って紙を作って、でバイクで配達って環境に悪いしね。コラボと薬物牧師世界デビュー、ユニオンオブカトリックアジアンニュースというのでですね、結構すごい詳しく書いてあって何ページも。カトリックとしてはプロテスタント牧師の悪行は見逃せませんな。っていうのは捕まった牧師がなんでプロテスタントってわかるかっていうと、カトリックでは神父って言います。プロテスタント牧師っていうのはプロテスタント特有の言い方なんで、まあ、神父がですね教会所属のみんなの先生、プロテスタント牧師はですね、信者代表という感じになります。これを全く報道しないゴミメディアも批判、日本の主流メディアの評判は公的資金を含むスキャンダルを報道しなかったことで史上最低になっています。いつでも最低なのな。右肩下がりで上向く様子全然ねえから、まあいつでも史上最低ですよ。もっと言ってくれって感じ。ネットの話です。日本のマスコミは異常なのは確か。どういうメディアかよく知らないけど、署名記事。あっちのまあ日本でも増えてきましたけれども、署名記事っていうのを、無署名よりも、まあ、信憑性が、言う。日本のゴミメディアを差し置いて、海外デビューとか、どうすんのこれ。子供を支援する団体が逆に虐待してるのは、ありがちな闇。リーガルハラスメントとか抜かしてたな。どうすんだこれ。報道しない自由ランキングが上がってしまう。戦争に向けて本格的なレッドパージ始まったな。まず足元固めということですか。防衛を妨害するパヨをですね、駆除しておくっていうかね。大スキャンダルなのにテレビが全く取り上げない異常性。日本にジャーナリスト魂なんて一度も存在したことはない。戦前から、監査局からも不当会計って言われてる案件でだんまりだから根拠に乏しいと逃げられない。逮捕されたらさすがに報道されるだろう。
極力さらっとね。こういう連中をなんとかしないと、いくら増税しても足りんわ。ロッキード事件も文化大革命も海外メディアから火がついたんだよ。それまで日本のメディアはガン無視してた。まあ伝統っていうか全く体質が変わっていない日本のメディアっていうことでしょうか。カトリックのプロテスタント憎しで書かれた記事だろうが、まあ詳しい、何だろうが歓迎であります。もっと拡散してくれい。3年前に代表者の、なんて読むんだこれね、ニート無能さんに、インタビューを申し込んだが拒否された。そんなことあったんだ。今後の団体結構取材活発にしてんじゃね。取材も一切せずに、会社のデスクで、記事を書き上げる朝日毎日よりもよっぽどマシでは、後ろめたいから取材に応じられなかったんでしょうね。真面目にやってる慈善団体の信頼も損ねる大問題とも言っております。全くもってその通り。寒さに汗水垂らしながら手弁当でボランティアやってる人に失礼なんだよな、こういう団体が存在することが。産経も書かないのは記者クラブで談合してですね、スルーするって決まったんでしょうね。NHK スクランブルでももうそうだけど、記者クラブと関係がない週刊誌もだんまりなのが不可解だが、まあ書いたら命の危険でもあんのかな。おっかねえな。KDDI 傘下のニュースメディアグノシーが去年のニュースランキングを発表。なぜか10歳から25歳までのランキングと50歳以上のランキングだけ発表して30代40代を完全無視。なんでだ。全ての年代で安倍総理襲撃事件が1位だったなんてお茶濁してますけど、ネットの反応です。25歳から49歳はなんか都合悪いネタ持ち出す可能性があるってことか。コラボだろうな。コラボが上位に来てしまうから30代40代は発表できないんだろう。出せる内容じゃねえのは間違いない。蓮舫のツイートって何の話、知らないんだけど。コラボを徹底的に隠そうという強い意志を感じますね。KDDI お前もかって感じですけど、念のため読売のですね、去年読まれた重大ニュースも見てみたけど、コラボはランク外。まあ書かれてないから、まあ当然かって話なんですけど、元ヤクザの薬物牧師、共産党元衆議の池内沙織も少女にコラボを進めていたのが、昨日暴露されておりました。映画化されてもいいような闇なのに、隠そう隠そうと一糸乱れぬ日本のメディアですね。なんか恐ろしいものを相手にしてるだが、我々は黙らんぞと。絶対黙らんぞ。いうことでありますね。マスク後のツイッターで表示回数が実装されました。これ爪の再生回数みたいなもんでして、100万人登録者がいても再生数1万とかってあれおかしいなってなりますよね。フォロワーを買って増やした自称インフルエンサーが逃亡したり一切つぶやけなくなったりしてるそうであります。ネットの話、マスクやるやん。フォロワー数だけで企業は食いついてくるから、フォロワー数で企業もオファーしてるんだから、そりゃ金払ってでも買った方が得だわ。つまり真実の数字というわけか。フォロワー数丸々万人とゴリ押しするテレビ、フォロワー買ってることが分かっちゃうもんな。朝日新聞も140万フォロワーで閲覧数5000ぐらいって草生える。金で買える数字で宣伝するのは詐欺では。金髪豚のフォロワー150万で閲覧1万とか笑える。似たような感じの あれじゃないと、これどういうことかっていうと、買ったアカウントって稼働してないんですよ。稼働してない。ただ存在してるだけで、閲覧してないからこういう風になる。ホリエモンがツイッターで宣伝するのは20万からだそうであります。なんかの商品とかね。表示回数の可視化で水増しフォロワー数が無意味になったことはめでたいと。登録者だけすごい多くて、再生回数がしょぼいYouTube のチャンネルみたいなもんですね。今まで再生数が表示されてなかったっていうのはおかしなことであってね。買ったアカウントは稼働してないからそうなる。靴沢は現在フォロー 12.3 万人、フォロワー13万8000人、です。の方にフォローしていただいてます。明らかな宣伝と、エロアカをフォロー返ししませんので、皆さん、このぐらいになりますよ。豆にフォロー返ししたらね、一体、ん
10対11ぐらいになるんじゃないのかな、 FF 比、主観的表示回数なんですけれども、表示回数分のフォロワー数、比、主観的な、だから私あの13万8000ですから、表示回数がまあまあ10万ぐらいですと、まあ7割がって感じなんですけど、ダメツイート3割、だいたいこれ私のデータね、受けないツイートは3割ぐらい、つまりアクセス5万ぐらい、普通のツイートは6、7割、まあ、10万ぐらい、アクセス、13万8000円おるところの、小ヒット10割以上、まあ、13.8 万以上のアクセスがあると小ヒットだな、大ヒット100割といったとこっすかね。150万アクセスとか、まあありますから。何がいくらで買えるかも、私も調べてみました。ツイッターフォロワー100人、880円。安いな。1万人、3万8500人。これ、セット割引きで、すごい、お得になってますね。1万人だったら8万8000円のところ、半額以下になっております。5000いいねは1万1000。円で買えるそうであります。 YouTube の登録者数も買える、3000人で4万700円、YouTube の再生も買える、5万再生は3万250円などなど、まあまあこれでやってるね、韓国の芸能人が有名ですよね、これやってるのね、まあまあ買いまくってんだろうな、そんな金あったら実力を上げる、努力とかすりゃいいのに、そういう風なとこには頭回んねえんだよね。そういえば朝日新聞400万部を切ったって騒いでたけど、実数300万部いってねえだろ、押し紙で、ツイッター押し紙を潰したイーロンは仕事できる子だな、偽インフルエンサーはズルっていうか詐欺ってんだから、私にはこんだけフォロワーいますよ、買ったやつね、水増ししたやつだから宣伝効果ありますよ、つって企業からオファーもらったりしてんのは詐欺だからな、詐欺、押し紙で400万部ありますよつって、実は300万部しか、お手元に届いてない、チラシ、朝日新聞も詐欺、れっきとした詐欺ですけどね。まあ絶滅すべきだよな、こういうのは。嘘ついてた人が困るだけだしね。ずるやってた人が困るだけで、私みたいに地道にやってた人は全然困んないであります。田原総一郎。たまーにテレビで普通のことを言う。狂ったことを言うのが、デフォルト。なんですけど、いつもいつも狂ってんのが普通なんですけど、たまーに普通のこと言う。評論家でもマスコミでも悲観論で飯食ってる、悲観論ばっかりなのが一番問題、ネットの反応です、お前が言うな。朝までだって悲観論大集合やんか、ごくごくたまーにまともになる。今実家いるけど、新聞とか悲観論すごいぞ。テレビも悲観論ばっか。話が聞いた。日本は滅びる。これも悲観論ですね。メディアが危機を煽るのはですね、河原版から続く伝統だそうであります。大丈夫です。良くなりますってニュースは、なんだっつって安心して、危ないですっていう。となんだって、読まれるし調べる、これは危機に対する人間の本能なんで、まあ仕方ないんですけれどもね、パヨと外国人が内部をバッコするですね、日本のメディアは決して日本を褒めないっていう特徴もありますね、日本叩きが異常ひどい、この世は悪に染まっててじゃないと世直しが必要だよね、革命が必要だよねって言えないですからね、この辺は千年王国のウィキペディアをご覧ください。連中は日本がとっても悪に染まっててダメじゃないと都合が悪い。共産党なんかも貧困困ってる人減ると商売上がったりですね。二階俊博元幹事長84歳。新年の挨拶。政治に楽な年はない。うさぎのように可愛く。俊敏でなければならない。炎上。日頃の行いって大事ですね。ネットの話、まだ生きてたのか。新次郎みたいなこと言い出したぞ。自分が可愛いとでも思ってんのか。うさぎに謝れ。こいつの顔を見るだけで閉塞感。お前いつまで議員やるつもりだ。うるせえよ、たぬきじじい。散々ですね。まあ、感想は特にないんですけど、日頃の行いって大事だな。
というわけで、あのコラボと薬物牧師海外デビューしちゃいましたよ。どうすんのこれ、海外で大騒ぎになって日本にもあの飛び火してくととってもいいな、我々もあのネットで騒ぎ続けますけれどもね、メール党員さん大募集であります、立候補してくださる支部長さんもまだまだ大募集であります。よろしくお願いいたします。動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録ご応募よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。